アレクサンダー・ハッケ、アレクサンダー・ハッケベルリン出身のミュージシャン、アインシュティュール・ゼンノイバー・テンの中心メンバーの一人、エレクトリック・ギターやエレクトリック・ベースをはじめ、あらゆる楽器を演奏することができる才能の持ち主である。また、ボーカリストとしての一面もある。1980年15歳にして自主制作のミニアルバム、広島を制作、ドイツ国内を ツアーで回る一方、シュプルング・アウス・デン・ボルケンなどいくつかのバンドの作品に参加している。同年、アインシュティウル・センデ・ノイバウテンにアレクサンドル・フォン・ボージグ名義で加入。以後25年以上にわたりバンドの中心人物として活動を支えている。個人の活動では、クライムザ・シティ・ソリューション、グレーなどといったドイツ国内外のバンドや歌手の作品への参加や映画音楽の提供、 個人名義のアルバムを発表している。近年では、ファティア・キン監督の映画、クロッシング・ザ・ブリッジ、サウンド・オブ・イスタンブールで主演を務めている。ミュージシャン、映像作家のダニエル・デ・ピチオットと結婚している。かつては、女優のメレート・ベッカーと結婚していた。これら二人とは別の女性との間に、子供がいる。過去には、クリスチーネ・エフと交際し、 バンド活動を共にしたこともあった、最初主義者である、ありがとうございます。